結構愛犬家としても有名ですよね <laughs> そうですね愛犬家僕も、うん、え自称なんですけど、ええ、自称愛犬家なんです自称は僕も自称レベルですよ本当ですかはいでも愛犬家として、うん、例えば「ええ、ああ降ってきちゃったよ」とか「はい、あまだこれ仕事に出かける前にこれ行けるな」 よしじゃ行こうと思って着替えてでカバンも持たないしサングラスとか変な感じもないしこれ行くよねみたいな感じに犬がねでしかも僕いつも散歩行く前にバケツのあれをガカって手に4粒ぐらいガカって出してカコてこう入れるんですね そのガムを噛みながら「よしいくぞ」になってそのガッカっていうバケツをガッガッてやると犬が「行くっしょ」今からくっしょって感じでもうすっごい飛び跳ねるんですよ。でリードをつけて一歩行こうかなと思ったらポツ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 って雨が降ってきて「き来た雨だ」 どうするごめんなっていうほあの本当に台本に書いてあるよりも多分臭く言ってますね <laughs> 本当ごめんなって言ってリードを外して,外して本当ごめんなって言って <laughs> その時にやっぱり犬もっていう顔するします,、ね、しますよねします <laughs> こ,ここだえ行かない行かえ <laughs> ああ かないんだ。っていう、<laughs> すっごい、ね、悲しい、絶望感なる、表情しますよね。しますね。うん、なんか、そういう時の、なんか、こう。うん、まそれは、しょうがないですよ。いや、まあ、ね、その、しょうがなさもあるんですけど、うん、あと、その。僕は、うん、いや、これは、どうなのかなって。思うんですけど、うんうん、よく、あの。 スマホを見ながら犬散歩してる人とかいるじゃないですか、はい、危ないですよねあ危ないし、うん、要は犬のことを感じて歩いてない人が結構中にはいらっしゃるなうん、うん、まあまあその犬犬に惹かれた何かみたいな感じでこうただついてるだけですよねそれだとねそれは僕はあんまり好きくなくて、うん、自分もダメですね犬のフィーリングをもっとこう感じたいと感じて一緒に過ごしたいな、うん、何何買ってらっしゃるんですか 僕はドゥードルです。ああ、ラブラドゥードルえ、マジっすかかわいいでしょかわいいっすね。大きいんですよね。えっと、サイズが。いろいろあるんですよね。はい、ラージ、ミディアム、スモールっていうのが。マックのポテトみたいですね。まさにそうです。ね、選べるんですよね。選べるんですけど。 えー、思ったよりもラージだったりとか。<laughs> ああね。あの、ミニウサギがでっかくなった系ですかいや、もう。いや、ラージっていうのは、分かってて、会いに行って、うんうん、で、連れて帰ってきたんですけど、うん、そこまでラージっていう、<laughs> ラージに、まあ、一人はなり。なりあ、いっぱいいるんですね。えー、二人いるんですけど。えラブラウドゥール二人いるはい。で、一人は、 まあ、その、まあ、引き渡してくれる人を曰く、本当<く>に食べないんですよ、っていう。ご飯をはい。あら、朝食。本当に食べ、もう、食べが悪くて、っていうふうに聞いてた。<laughs> <laughs> はい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 。ず <laughs> れて帰ってきたら、うん、お前どんだけ食うんだっていうぐらい <laughs> 食べる。<laughs> やつになり、えー、いい気づいたらもう本当に病院の先生に、うん、いやちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね <laughs> っていうぐらい食べるようになっちゃったりとかへ頭いいんですよねラブドゥード,ゥドゥルはいやいいですね毛抜けないですよね毛は一切抜けないですだから犬アレルギーの方でも一緒にいられるっていう、うん、あそういうことだはいへえ いいな利点があるらしくてうちはねフレンチブルドッグの老犬なもんでもう、はい、あのまあもう毛は抜けるわフレブルは抜けますねはい、まあ、面白いんですけどね、うん